はい、今回はですね、今をときめくスーパースターオブスーパースターを紹介しましょう。キングオブスーパースターね。よくない？惜しむへんですよ。やばいよね。やばいよね。今、ナポリのね、好調ナポリのエースですよね。まあ、移籍してきた当初はね、去年かな、移籍したときは。まあ、確かにスピードあるなっていう感じだったんですけど、そんな決定力っていうところまで行ってなかったんですよね。で、今はもう完全に本人の特性とチームのね、スタイルが合ってるんで、いやー、素晴らしいよね。何歳？ 98 歳、若っ。まだ24歳ぐらいか、若いな。やばいよね。185。いいね、ナイジェリア代表。え、ナイジェリアってワールドカップ出るんやったっけ？忘れた。いや、まあ、この選手は狙われるよね。プレミアあたりからね。まあ、買い取れるのってプレミアしかないから。まあ、近々多分行くと思うけどね。ナポリにずっといるってこと不可能やから。ナポリ金ないからね。ナポリだけじゃイタリア全体が金ないから、もうすぐ売るからね。イタリアのあの売却スピードすごいよね。 そう、イタリアの売却スピードマジで半端ないから。俺さ、コロナビビってんけど、去年のシーズン途中で誰だっけ？ユベントスのね、ザカリアか。あれがなんか、ドイツから移籍してきたんですよ。で、まあ、新たなチューバーのね、そういうファイターが移籍してきてんなと思った。気がついたらもうチェルシー行ってたからね。お、早くね？みたいな。半年じゃん？みたいな。半年で行っちゃうの？みたいな。まあ、本人が望んだのか、ね、金のために換金要因として売られたのかわかんないですけど、え、早くね？みたいな。ちょっと早すぎでしょ、みたいな。あ、めちゃめちゃおもろいよな。あれはマジでおもろいわ。っていう感じでしたね。まあ、惜しむへんとは関係ないですけど。まあでも、近々プレミア、行くでしょうね。まあでも、今シーズンね、ナポリね、まあ、スクデッタはもう硬いと思うんですよ。もしかしたらチャンピオンズリーグとの2冠？やばいよね。やばいよねって話だよね。本当に。いや、でもワンチャン可能性あるよね。今、十何連勝してるでしょ。止められんよ。マジで。まあ、この、オシムヘンと、あれ、キム・ミンジェ。ミンジェが当たってるよね。やばいよね。はい。まあ、今シーズン、マジで楽しみやね。